道を塞いでいるの。勇者とその盟友、世の巨城魔幻宮殿へようこそ。何者？世の名は大魔王マデサ号。古き世界の破壊者にして新たな世界の創造者なり。大魔王マデサ号ら、姿を見せなさい。大魔王、偽りの世界を作り、兄様も利用して一体何を企むの？ついに世界の侵食が始まったのだ。そなたの兄が神の秘跡を砕いたおかげよ。世の目的は一つ、うるびた世界を自ら作りし世界で侵食し、世の理想の世界を生み出すことだ。やはり偽りの世界を使ってこの世界を乗っ取るというのがあなたの目的だったのね。世を止めたいか、勇者。だが共に戦う盟友を得たとて、それは叶わぬ願い。盟友と呼ばれようと、その者の心の奥底には拭い去ることのできぬ恐怖が潜んでおる。今から余が見せてくれよ。心に潜む恐怖の形、避けることのできなかった死そのもの。哀れなる勇者よ、頼みと信じた盟友の恐怖に押しつぶされ、今ここで朽ち果てるがよい。つまんないもの見せてくれますね。あの人はそんなものに負けない。未来が見えなくても分かります。彼女は恐怖しようとも決してそれに押しつぶされません。私たちが共に立ち向かうから。仲間だからな。行こうぜ。Thank you.
祝福を。行くぞ。効かねえぜ。せーの。行くぞ。はい。
Thank you.
祝福を。行くぞ。気づかれるは我が心の盾。権限せよ。Thank you.
退け、闇を払う。Yeah!
心は我が剣と共に。Thank you.
心は我が剣と共に。心の底に潜んだ恐怖を打ち払うことができるとはな。私たちはあんなものに負けない。次はあなたを倒すわ。ならばこの巨城の深淵まで来るがいい。世の作り出した結界を破れるというのならな。そんなものを私が破ってみせる。
そなたたちは世の理想の世界の到来を指をくわえて見ていることしかできぬとしら。待っていなさい、大魔王マデサゴーラ。私は絶対にあなたを倒すわ。そして兄様を救い出してみせる。悔しいけど、大魔王が言った通り、今の私たちにはこの結界を破る方法がないわ。一度グランゼドーラ城に戻って、ルシェンダ様に相談してみましょう。